ヨナの遺魂、大魚に吐き出されたヨナ。ヨナは、ユダヤ人の預言者で、アミタイの子。列王記下14時25分によれば、ガットフェテルの出身。旧約聖書のヨナ書における主人公であるが、ヨナ書以外における旧約聖書での登場箇所は、前述の列王記下14時25分のみである。日本正教会でイヨナ。正教会においては9月22日を預言者、イヨナの記憶日としている。クルアーンでは、ユーノスと呼ばれる。ヨナ書によれば、アミタイの子ヨナに、主の言葉が望んで、立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって呼ばわれ。彼らの悪が私の前に登ってきたからである。と言われた。しかし、ニネベは、当時のイスラエルの敵であった、アッシリアの首都であったため、ヨナはこれを拒否。逃げようとして、別方向の地中海の彼方のタルシシュへ向かう船に乗る。しかし船が嵐に襲われたことから、ヨナの事情が他の船員の知るところとなり、海に放り込まれる。海は静まった。ヨナは巨大な魚に飲まれて3日3晩腹の中で祈っていた。ヨナは魚に吐き出されて陸地に出ると、ニネベに向かい、あと40日したら、ニネベは滅びる。と予言した。意外なことに、異教徒であるニネベの民は揃って改心したため、神は災いを下すのをやめた。この成り行きに起こったヨナは、ニネベの成り行きを見極めようとして、町の東に小屋を建てて座っていた。神が暑さに苦しむヨナのために、トウゴマの木を育てて、ヨナに日陰を作った。ヨナは、トウゴマを非常に喜んだが、神は、翌日にこのトウゴマを枯らした。トウゴマの木のことで、生きるよりも死ぬ方がましです。と怒るヨナに対し、神は、あなたは労せず、育てず、人世に生じて、人世に滅びた、このトウゴマをさえ、惜しんでいる。まして私は12万余りの、右左をわきまえない人々と、多くの家畜とのいる、この大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。と教える。ありがとうございます。